タイプ2の構成図、ナグラー式接眼鏡は、1982年からテレビューのアルナグラーが開発した超広角接眼レンズである。あるナグラーは星がすぐに視界から逃げ出してしまうドブソニアン望遠鏡の問題を念頭に、F4 程度の単焦点ニュートン式望遠鏡、またはケプラーン式望遠鏡への使用を目標とし、視界周辺近くの非点衆差補正に特に力を、 入れた超高視界の接眼レンズを開発することにした。160倍で満月全体を見渡せる超高角が最大の特徴である。通常の接眼鏡の見かけ視界が40度から、高視界接眼鏡でも60度程度であった1980年代当時、見かけ視界82度という強烈な個性により成功を収め、高視界のアイピースが 各社から発売される契機となった。1980年代当時はカートン工学が輸入していた。2016年現在はタイプ4からタイプ6をテレビュージャパンが輸入している。焦点距離4 8ト、mm、ルの製品は、極めて大きな Y 曲周差がありしや40度以上では、像が歪むが見苦しくはなく、非点周差をよく抑え込み、 視野60度前後まで分解能を落とさず、82度の災害臭ですら、良好なコントラストを示す。視野40度以内は歪曲も少なく固めの量像で、高倍率のまま天体導入が楽にできる。瞳距離は 6mm、中心部40度なら 10mm 近く目を離しても、見えるウルトラ、ハイアイポイントで、常用高倍率接眼鏡として高い評価を受けた。ありがとうございます。